エブリィ釣り気分、行ってみよう。今週末はですね、3連休やったんですけども、ちょっと天気が悪くて船が出ませんと、2回行く予定の両方ともが中止になってしまいましたので、まあこういう時は家の用事をちょっと済ませるのがいいかなと。そこでまあ我が家の25年経ってますトイレの修理を今回やりたいと思います。うちの方のトイレの不具合ですけど、ちょろちょろと音が言ってるんです。イナックスさん、こちらの方の、中の水がですね、ずっとこうちょろ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 出てる状態ですので、まあ中のボルトアップが悪いんやろうなと思うんで、まずちょっと型番を調べました。一般洗い落とし便器標準サイズの節水消音タイプ DT810UZ っていう方でした。まあボルトアップは多分悪いんやろなということで TF20D、 もうこの中のボルトアップの形状のやつがもう古くて売ってなくて、まあ汎用品ということでこの TF20D、 この型番を買いますと結構使えるみたいです。で、施工説明書を今見てます。取り替え対応便器タンクということでここに、まあ、書いてます。ここはまたイナックスさんの方のホームページ見ていただくと、この、TF の 20B 型で取り替えできるやつが載ってますので、かなりできるらしいです。この取り替え用ボルトアップはということで、古くなったボルトアップを新しく交換できます。でこれ1台でほとんどイナックス等々のトイレのタンクにも取り替えできますよという形になっておりますので、参考になればといいと思いますので、ちょっと取り替えをやってみたいと思います。工具ですね、準備工具、まあ、一応ここに書かれてます。モンキーレンチ、マイナスドライバー、ハサミ、ラジペンを用意しております。はい、それでは施工の方をやっていこうかと思います。まずは古いボルトアップの取り外しですね。まず止水線のネジをマイナスドライバーで右に回して締めてください。はい、こっから先を、この先を取り、この中で取り替えするので、はい、水を止めましょう。はい、これをマイナスで、はい、はい、じゃあこれを抜きます。皆さんこんなとこは開けたことないやろうな、何かと思うんです。で汚れてるんです、すみません。でここの線をよいしょ、これね、これをまず取りましょうか。はい、また水ポチョンポチョンのような、ね、このボールがね、ここの悪いのはここの弁が悪いんですよ。このボールトイレのこのレバーを上げると一番下のこのボールが上がって、まあ、水が便器の方に行くようになっていて、水位が今下がっていってますよね。で止めると本来ここの給水の方から水が、手洗いの方から水が出て、それがここに落下して水位が上がってくる。でこのボールタップがだん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 上がってくる。だからここで止まるっていう構造になってるんですけど、ここから水漏れがちょろ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 出てましたので、ボールタップが悪いんだろうなと。一応その前にこの辺のボールの調整とか、この辺の高さ調整やってみたんですけど、止まりませんでした。まあ、ここの部分の止める器具ですね、そちらの方調べたんですけど、もう型が古くてないということなんで、あってもなんかどれか合わんかったら困るんでね、もうそれやったらいっそのこと新しいのに交換しようかなと思っております。持ち上げして安定した場所に置きました。あ、水を抜きますか。水を抜きます。これで水が出ないことを確認。雑巾、雑巾いるやん、雑巾置いといて帰っててくれな。まあ、水が出るかも、そらそうやな、出るかもしれませんね。ということで雑巾を持ってきてこれを緩めますと。袋ナットを緩めました。
なんか水が出そうやな。あ、出たね。うわぁ、もう長いから。いやな、これを外します。よいしょ。はい、案外軽いね。まあ、ガッチガチにしまってないや。はい、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 25年よっ。よいしょ、はい、取り外し完了。あ、それしたもんやな。これ取り替えたらいけたんかな。これ、これがね、上がったり下がったり。これ、おお、聞き悪いから伸ばしすぎてたもんな、ずっとこれ。古いのが取り外し終わりました。はい、次に新しい取り替え用ボルトアップの準備をします。手洗い付きの場合となしの場合。我が家は手洗い付きですので、手洗い付きの方のやつを準備したいと思います。新しい方のボールタップですね。ネットで4000円ぐらいやったかな。古いボールタップに補給水、あ、うちはこれ、こっから水がない、この黒いやつが出てないんで、このタイプやね。補給水ホースがない場合、取り替え用ボールタップ上部の補給水切り替えダイヤルを0の1に合わせます。あ、0、見にくいけどこれを0か。新しい取り替え用ボルトアップから袋ナット、ストレーナー、あ、袋ナット、これやったらよいしょ。はい、袋ナット、ちょっとストレーナー、はい、ストレーナーを外して、はい、台座ナットも外して、黒いパッキンとザガニは差し込んだまま、パッキンとザガニはそのままにしておいてくださいと書いてますね。これは使いませんって、多分あっちについてるからね。これは使いません。はい、こういうことやね。はい、これで OK やね。はい、今つけた。これが真下に置くようにして、これをつけるんやけど、このタイプやな。ということは、手洗い付きでネジ接続ゴムパッキンタイプの場合、はい、ゴムパッキン付きの場合はゴムパッキンを外します。よいしょ。はい、差し込むだけ。こういうことか。これでまあ、はい、受け入れは問題ないってこっちゃな。はい、はい、次の5番、新しい取り替え用ボルトアップの取り付け、ストレーナー付きパッキンを挟み込んで、あ、さっきのね、はい、はい、これ、ストレーナー用の、ストレーナー付きパッキンを挟み込んで、ブルタップにサプライ管を袋ナットで取り付けます。付けた上で、これを締め込んで、とりあえずこれ一回抜けと。一回抜こうか。これってここに突っ込むべしもんなんか、下のクリップは、ね、外すんかい。これを外すんかい、はい、かぶりが20、オーバーフロー管の20で切り離します。2センチ、クリップを、ああ、そう、インのクリップ、こういうことね。わかるかな、こういう感じ。はい。ね。はい。で、このドライバーでちょっと水を。どう？この下から出てる。あ、はい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 。この水漏れもないよね。はい。はい、通水をしてます。水栓線の位置が分からなくなった場合は、ボルトアップの浮き玉を押し下げ、水を出しっぱなしたときに、水面がオーバーフラー管よりも10ミリ以上上昇しない程度に、水栓線で流量を調整しますと。あれ？ちょっと待った。すいませんか。
かあれ、これつけてないよ。これをつける説明はどこにあったんや。あ、もうついてるやん、なんかさっき取り付けとかなかったな。まずこれを取り付けとかなかったんか。それさっき言ったきゅうえこれこっちやね。はい、こっち。まずこれをやっとかなかったやな。じゃあもうちょっと治水させましょう。治水の水が止まった時にタンク内の水がオーバーフロー管のダブルローマークに当てることを確認しますか。水が合っていない場合は浮き玉を調整してください。これでこうか。ガッとしてこれをちょいかな。どうだ？さあどう？あ、いい感じ。はい、ここが、はい、このダブル L で止まりました。水が OK やね。はい、もうだけ。はい、水が出ますね。はい。OK。しね、これはダブル L で止まってるので取り替え完了ですね。よし、はい、じゃあ片付けて終わりとなります。結構まあ簡単な方っちゃ簡単な方か。ただね、この施工説明書があればちょっと私この最初に取り付けるの忘れてたりとかしたんで、本当包状態って書いてあったから物の確認だけかなと思ったんですけど、そうじゃなくてここでまあ取り付けてくださいねということやったんですね。まあ手順的には古いの外して新しいの取り替えるだけなんですけど、まあちょっとこの辺りのネジを扱うので、水ね、漏水の方のちょっと心配があるんでその辺だけ確認してもうたら、あとはまあ取り替えそんな難しくないですね。工具も4つほどでできましたので結構簡単にできるかと思います。また釣りがなくなれば何かをやろうかと思いますので、その時はご視聴よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思った人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。